こんにちは、さなきちです。今日もご視聴ありがとうございます。さなきち自分を大切にするラジオを始めたいと思います。それではラジオスタート。こんにちは、第186回さなきち自分を大切にするラジオのお時間です。このラジオはスーパー敏感肌でアトピー持ちのさなきちが毎週水曜日21時にみんなからのお便りやお悩みに答えたり、等身大の自分を大切にするためのヒントをお伝えする楽しくてちょっと元気が出るラジオです。お便り、お悩みの投稿は動画の概要欄にフォームと公式 LINE のリンクを貼りましたので、そこからじゃんじゃん送ってください。チャンネル登録、LIKE ボタンもぜひよろしくお願いします。はい、それでは始まりました。オープニングトークね、植物の話、見てください、この可愛いお花たちを。これね、昨日栗を買いに行った時に買ってきました。どうしてもね、このお花がね、これね、これ可愛いでしょ、こっち向いちゃうのよ。さっきね、一生懸命やったんだけども諦めました。で、この系統の子供みたいなやつが朝クタってなってたんだけど、切り戻したらこうやって元気になった。すごいね、植物って。本当に。それで栗ももう食べてます。栗も食べていて、ね、昨日はね、3800円ぐらい栗買っちゃって、4袋買ったのかな、4袋買って、今チルド室にもうボンって入れてね、パンパンになっています。で、あの栗の話を続けなんだけど、もうオープニングトークから栗トークが止まんないんだけどね。この間お母さんからね、電話かかってきて、なんかちょっともじもじして、最初もじもじしてて何かなと思ったら、さなえさん栗食べたいっていう風に言われて、可愛い声で訴えかけられて、それでこの間ね、会った時に、あの茹でたやつをスプーンで、あ、スプーンじゃない、フォーク、ナイフで半分に切って、それでお母さん用にね、15個ぐらいかな、くり抜いてそれを持っていきました。そう、なんかね、栗で幸せな気分になりました。それでホノルルマラソンへの道、ホノルルマラソンへの道は、おととい走りました。14キロ、わー、だんだん距離がこうちょっとずつ伸びてきていて、この間はね、一人で走ったので、14キロのうち多分 2,3 キロは歩いて、最初ね、いきなり走り始めるとすぐへばっちゃうっていうことが分かってきて、ちょっとね、歩くといいなって思って、それを実践しています。だ、100均に寄ってから走るっていう風にしてね。でね、靴を、今までブルックスの靴履いてね、走ってたんだけど、それがね、なんか足が痛くて、クッションがね、思ったよりなかったのね。で、アシックスのもともと持っていたニューヨークっていうね、靴に履き替えて走ったらね、足が痛くないのよ。だからやっぱり、あの衝撃を吸収する構造かどうかっていうのは大事だなと思って、そう、長く走るんだったらやっぱりアシックスのがいいなと思ってね、それが分かったのが良かった。ブルックスで走った後はもう1週間ぐらい足が痛いのよ。なんか筋肉痛っていうかね、衝撃痛みたいなのが残っていて、それがね、翌日ぐらい、アシックスの場合だと1日なんか疲労が残ってるぐらいで、やっぱりすごい、アシックスのあのかかととか全体に入ってるゲルがもうすごいなと思って感動しました。それと、あとパスポートをついに申請してきました。重い腰を上げてね、パスポート行ってきて、あの混んでるっていう前評判だったんだけど、混んでなくて20分ぐらい待っただけかな、申請するのにね。
で、今度、来週ぐらいにできるのかな？それを撮りに行ってきます。楽しみです。ちょっと写真が変なんだけど、まあいいやと思って、10年用のパスポートね、作りました。それと、ズンバ、今日ね、ズンバウェアだけど、ズンバはね、相変わらずエンジョイしていて、そのサークル活動が、いやー、まさかね、自分がね、この年になってね、サークルに入ると思ってなかったから、サークル活動がもうめっちゃ楽しくてさ、先週はちょっとサークルお休みだったんだけど、また今週から会ってね、しかもね、今度はね、サークルメンバーで地元のお祭りに 参加します。地元のお祭りのね、舞台で発表するやつに、先生が ダンスを申し込んでくれたみたいでね、それでね、みんなでね、舞台で踊る。それはね、ズンバじゃなくてダンス。ダンスをね、踊ります。練習しなきゃ、来月1ヶ月後ぐらいだから、3曲踊るから、練習しようと思って、それがすごい楽しみです。そう、なんかいいよ、みんな。サークルってね、楽しいよ、本当に。でしょ？それ、ズンバつながりで友達増えていって、スポーツクラブの、ズンバのクラス受けてる、おばさま方、年上のおばさま方3人と友達になって。っていうかね、こうやって筋トレしてたら、なんかね、さなえちゃんみたいな感じで近寄ってきて、あ、筋トレしてるんですけど、っていうふうに言って、ちょっと待ってくださいっていうふうに言って。それで、ズンバのサークルに招待してあげて、しかも LINE のやり方、友達紹介とかもやってあげて。いや、まあそういうなんか LINE サポートセンターみたいなね、仕事もしつつ、まあ輪が広がっていくのがね、いいなって思っています。そうそうそう。それと、おい、10月になったじゃない？ 10 月早いね。今年ももうすぐね、10、11、12、3ヶ月で今年も終わっちゃうんだけど、今断捨離中です。断捨離中。昨日から断捨離中で、年末に向けて大掃除期に入ったっていう感じでね。で、ノートに、大掃除プロジェクトっていうページを作って、目標ってね、目標を書いて、それで、やることリストっていうのを書いて、それがもう、リストが止まらない、止まらない。もうちょっとね、この夏は、まあちょっとくたびれてたっていうのもあるし、もう忙しかったっていうのがあって、家の中が荒れ気味だったから、片付けなきゃ、あそこもここもっていうところがいっぱいあってね、それ今リストアップして、で、今週は燃やせないゴミの日だから、もういっぱい出そうと思ってね、頑張ってます。ノートいいよ。ノートにね、ほにゃららプロジェクトみたいに作って書くと、忘れない。忘れないし、それがね、バレットジャーナルっていう、最近私が採用してるノートの書き方のやり方の一つなんだけど、他にもね、仕事のプロジェクトとか、今月中にね、テストサイト、ホームページ一つ作んないといけないのがあって、それのプロジェクトページ作ったりとか、なんか仕事がはかどるようになった、ノートを作って。頭の中のものがノートにあるっていう感じでね。そう、バレットジャーナルね、おすすめです。先週から大学の授業が始まって行ってきました。いや、もうほんと楽しくてさ、前期やって後期も履修してくれた子だから、すごいやる気のある子たちが集まっていて、楽しかったです。楽しかったし、今回初めてね、アサーティブクイズっていうのをやったのよ。いろいろテキストでね、今まで教えたことを穴埋め、ね、アサーティブの5つのポイントっていうところでね、いろいろ。ほにゃららを主語にするとかね、そうやって穴埋めにしてやって、ペアで、まずみんな解いてみてっていうのやったら、なんだっけこれっていうのね、すごい盛り上がって楽しかったです。それで、私がやるね、アサーティブの講座、11月は満員御礼で、2月も間もなく定員になりますので、興味のある方ね、ぜひ、ズームでやるから、遠方の人とか海外の人とか、そういう人でもできます。なのでね、
ぜひ、申し込んでください。で、今日の洋服。今日の洋服は、そう、この後、ズンバだから、ズンバウェア。ズンバウェアね。これです。これね、気に入ってます。で、先週、筋トレを再開したからね、やっぱり筋肉は鍛えないと、なんていうのかな、ラインが消えちゃうなと思ってね、また頑張ろうと思ってます。で、今日の飲み物は、常温の水。ただの水です。で、この後、ズンバに行くから、夫の、出がらしのハーブティーを入れて持っていこうかなって。それが楽しみです。で、今日はね、もうめっちゃ晴れてんのよ。もうさっきさ、ゴミ捨ても行ったんだけど、気持ちのいい天気になったね、やっとね。秋のね、夏のさ、はぁ、っていう、もう外出ただけでため息が出ちゃうような暑さが、過ぎ去ってくれたから、今本当にね、気持ちいい、気持ちいいです。ね、もうすぐハワイだし、なんか涼しくなってきたし、断捨離もうまくいきそうな気がするし、なんかね、すごく明るい気持ちがしています。で、でもね、昨日ね、寝るのがね、1時半ぐらいになっちゃって、それなのに6時半に起きたから睡眠不足だけど、ズンバして今日早めに寝てっていう風にしてね、体を整えようと思っている。で、私もね、この時間をすごく楽しみにして、このお花もみんなに見せたいし、話したいこともたくさんあるし、みんなもね、一緒にね、自分の体の声、心の声に耳を傾けるリラックスした30分にしてもらえると嬉しいです。最後までお付き合いください。はい、それでは今週の肌の調子に行きましょうかね。さなきち、今週の肌の調子は、はい、今週の肌の調子なんだけれども、先々週パンの耳を両脇を2枚食べたっていうことがあって、その後口角炎切れまくりのね、ちょっと首あと肘の内側から汁っていうのがあったんだけど、その翌週もその小麦の影響を引きずっていて、それで今週はね、どうかっていうところなんだけど、今週はね、だいぶ良くなってきました。小麦の影響から抜けてきたかなっていう感じで、ただね、なんかね、まだちょっと残ってるかな。なんかね、いきなり見せるけど、昨日おでこが痒くなって、ほら、ここポツンとね、最初ニキビみたいに盛り上がってきて、かゆくてかいたら、ちょっとこんな風に皮がむけちゃいました。それとね、小麦がきっかけでもあるかもしれないんだけど、秋の花粉症なのか、目が後ね、かゆくなって、目がかゆいと、こう鼻の頭とか、鼻の周りかゆいみたいなね。あ、これ、花粉の症状に似てるなと思って、そう、もしかしてまた PM2.5 とか黄砂とか飛んできてるのかな。そうでもないね、今見たけど飛んでないから。だからやっぱり小麦でちょっと炎症反応が続いてるのかなって私は思っています。それで、先週ね、お母さん の退院後の病院、検診っていうか経過報告みたいので行くのでね、で最近ね、お母さんの家にも、家の近くにも生活クラブのデポがあるっていうのが分かったっていうか、前からあるのは知ってたんだけど、もういっそね、会員になっちゃおうっていうことで、お母さんの名前で、デポの会員になって。それがさ、お弁当が売ってるのよ、お惣菜が売ってるの。で、しかもめっちゃ美味しそうなのばっかりで、で先週はね、その病院に行く前に、デポでお弁当を買って、でその時ももう私また狂っちゃってさ、もう狂いがちなんだけど、デポとか行くと狂っちゃって、ちょっと手続きが残ってたから手続きしてたんだけど、そこでね、ちょうどお店の人がお惣菜搬入してる時にさ、ポテサラがあって、夫にポテサラがあるよって叫んじゃって
メでポテサラみたいな感じでもうちょっと狂っちゃいました。それでね、車の中、駐車場の中で病院に車止めて、駐車場の中で時間がなかったから家で食べるってことできなくて、駐車場の中で3人でね、美味しいねって言ってね、お弁当を食べました。そうだけどね、ちょっと甘いんだよね、味付けが。甘いのもあり、あとやっぱり揚げ物系っていうか油をね使ったものが多いから、まあそれで多少あのね肌に影響あったかなって思います。うん、そうね、それで痒くて眠れないとか首から汁あふれるとかそういうのなかったからまあでもお惣菜のね品目は注意しなきゃなと思ってね、まあそういうのもあってこうおでこ来たのと、こう鼻の頭皮むけてるでしょ、これね痒かったわけ。運動した後出てくる汗が痒くて、そう久しぶりにね、運動中の汗が痒かった、この肘の内側とか。まあだから植物油のね影響とかあるかなって思ってます。そうね、首もちょっと痒かったし、そう走った後とかも痒かったけど、まあ14キロ走った効果っていうのは、まあこのほっぺのツルツルあたりには現れてるんだけど、まあね、口角炎が治らないっていうのと、ほらまたねこのブツブツがね再発したのよ。だからやっぱりこれはお惣菜かなお惣菜かな、お惣菜の油。家ではさ油を使わないようにって本当自分でやってるから注意できるけど、まあちょっと揚げ物とかねあると、いや揚げ物と砂糖の影響かなっていうのはあります。お尻もね、かゆいし、うん、それでね、そう、その、デポーの時に最初お弁当買って病院行って、まあ、病院した後ね、やった後もう一回帰りにデポー寄ったのよ。というのもいろいろ買い物ね、荷物持って病院に行ったらほら冷蔵のものとかね悪くなっちゃうから、帰りにもう一回デポーに寄ってそこで、お買い物したのね。でもその日疲れちゃうと思ったからさ、お惣菜、夜食べるお惣菜もまたデポーで買ったんだけど、その時にさチキンカツがあったの。チキンカツ、こう なんていうの、袋に入った油を受け止める袋あるじゃん、に入ったチキンカツがあった。買わなかった買わないでいられました。 でもね何回もねその前うろうろしてチキンカツってこう唱えながら、チキンカツを食べていいんだろうかって、チキンカツ、うん、チキンカツっていう風にね唱えながらこう戦って、自分の中と戦って、一瞬買おうかなっていう風に傾いたんだけど、手に取ってカゴに入れようかなと思って見たら下に油が溜まってたっていうか、そんなびちょびちょじゃないけどちょっと油がね見えたから、あやっぱやめようと思ってチキンカツをやめられました。でね、帰りの車の中でもお惣菜の話してまたチキンカツが蘇ってきてさ、助手席に座ってる時にチキンカツって私がなんか突然つぶやいちゃって、そしたら夫が、さなえさっき危なかったねチキンカツ危なかった、もうあれ買う寸前まで行ってたじゃんっていう風に言われて、いやそうなんだよねって、袋に溜まってた油見なかったら買っちゃうとこだった。だって揚げ物と衣だよ、小麦ダブルパンチだから買わないで、セーフでした。だからねこのぐらいの肌で今収まってるだなって思うんだけど、でね、その病院の帰りに寄った生活クラブでなんか夫は血迷ってクリームパン買ってたな、クリームパン。それでお母さん家に行ってからおやつタイムでクリームパン食べたのをね食べて、でも食べ始めたもう瞬間から、あ甘い、思ってたより甘いって言って、それ でお母さんもちょうだいとか言ってね、クリームパンもらって食べてたんだけど、お袋もっと食べると言って半分くらいねお母さんにあげてたから、
相当甘いんだろうなって思ってたわけ。それで家に帰ってきて、あの夜ご飯ね準備して、で夫は生活クラブで買った餃子でも、私ね、あの餃子食べなかったの、衣皮が小麦だから。で私はだからちょっとポテサラを食べたくらいで、自分のおかずは自分で作ったんだけどさ。それでご飯食べ終わって、台所でね、いろいろな片付けしてる時に、夫がさ、お尻がすごいかゆいっていうお尻がかゆいって。それでね、夫がね、お惣菜かなっていうわけ。お惣菜かなって言うからさ、いやいやいやって、いやいや私は知ってるよって言って、いやいやその即効性はもう絶対砂糖だよっていう話して、クリームパンでしょって言うに言ったら、そうだって言って、もうあのクリームパンすごい甘いからっていう話してね、甘かったからっていう話して、いやいやそのスピード感は砂糖でしょって言ったら、夫も妙に納得していてね、確かにって言ってね。だからやっぱりあのアトピーじゃない人でもよ、アトピーじゃない人よ、夫はね、私がクリームパン食べたらもう大惨事ね、お尻から汁、首から汁だったと思うんだけど、まああのね、アトピーじゃない夫が、まあ普段食べてない、あのめっちゃ砂糖のもので小麦で、まあ、乳製品だ、普段我が家にはないもの食べたら、あ、そうじゃね、アトピーじゃない人でもそんなにお尻かゆくなるんだと思って、すごいその後もかゆがってたから。で、その行ってからもうね1週間近く経つんだけど、あのやっぱりね、顔にあの吹き出物、ニキビみたいの出てるから、私よりもまあちょっと無茶してね、小麦のものを結構最近食べて、無茶して食べてるっていうか、食べたいから食べちゃうっていうのもあると思うんだけど、顔にね赤いこうニキビみたいのねできてるから、すごい逆に私勉強になるっていうか、やっぱり私はもっとこうセンサーみたいな体だから、もっと気をつけなきゃなっていうのは、あの夫を見ていてね思いました。そう、それがねあったかな、でね、こう腕の内側は良くなりました。ちょっとひどかったんだけどね、このポツポツがいっぱいあって。そうね、こう体のボツボツは相変わらずだけど、まあ、なんとかなるかな。で、先週ね、筋トレは週に1回しかできなかったな、その忙しくて、スポーツクラブでできるやつもね、1回しかなくて、でもね、やっぱりね、筋トレした日のね、夜のね、肌のプルンがね、すごいのよ。だから週に1回ぐらいだと、よりね肌のツルツル感がね分かるから、やっぱり筋トレすごいなって思ってます。やっぱりやんなきゃダメだなっていう風に、忙しくてももうちょっと優先順位を上げて、でもね、もう本当あのそう、あの病院とかね、そういうのあるといけないから仕方ないんだけど、ちゃんとねそれをカバーして筋トレねし直すっていうのをねしたいなって思いました。で、この間インスタ見てたら、97歳のおじいさんがめっちゃ筋トレしてる動画見て、私もそういう風になりたいなっていう風に思いました。筋トレを続けて本当にね、あのいつまでも元気でいたいなって思います。で、みんなも肌の調子どうですか、ね、やっと涼しくなってきたから、もうなんか体調いい人多いんじゃないかなって思ってるんだけど、あの肌の調子だけじゃなくてね、あの全体の体の調子とか、あのアトピーじゃない人もね、もちろん見てるし、あの心のなんていうのかな、軽やかさみたいなもの、私はね、なんかね、10月に入って、あのそのバレットジャーナルで月が変わると10月のページっていうのを作るわけ。それで今月やらないといけないこととか、自分がやりたいこととかを整理したら、すごい気持ちが前向きになって、やっぱ軽くなった、で、そのこれの気候でしょ、この気候もあって、なんかすごく元気です、
で久しぶりにね、あの親友にね、先週アサーティブの話いっぱいしたから、アサーティブの仲間だからでもあるから、その彼女にね、あの見てっていうふうに言ったの。そしたら、あのすごい良かったよっていうふうに言ってくれたのと、あとさなえちゃんなんかすごくはつらつとしてたっていうふうに言われて、うん、やっぱり体鍛えて、あ、本当良かったなって思ってる。スポーツクラブ行ったの本当に良かった。私が多分死ぬ時に人生を振り返って、あ、スポーツクラブ入ってよかったって思うんじゃないかっていうぐらい、運動してるって、運動することがこんなにも体と心にプラスの影響を与えるんだっていうのをね思って、多分死ぬ時に、あ、あの時スポーツクラブに入ってよかったって思うんじゃないかなって思うぐらい、多分寿命にも影響してると思うし、その自分がどう死ぬかみたいな時にね、あの、あ、この死に方ができるのはちょっといきなりなんかね、死の話になって、この死に方ができるのはあの時スポーツクラブに行ったからだなって思えるようになりたいって思ってるのよ。そう、あの体を鍛えてね、うん、いや、もっと動かなくなったりすると思うよ。それなりに動けないっていうのになると思うけど、あ、でも私がほにゃららできるのはとか、あ、私、今の私がこうあるのはあの時スポーツクラブに入ったからかなっていうふうに思うんじゃないかなって思います。みんなも肌の調子とかね、体の調子とか、心のね、あの調子っていうかね、軽さとか重さみたいなね、あると思うので、それをちょっとあの見つめてみて、ね、近況報告をコメントとかフォームとか公式 LINE にもらえると嬉しいです。お便り待ってます。はい、それでは次は、そうね、お便りコーナーに行きましょうかね。お便りコーナーはいつもの作詞作曲にえりちゃんさなきちラジオテーマソングのベストフレンドをかけて途中からお便りを紹介したいと思います。一緒に歌ってもらえると嬉しいです。好きで興味深く聞いています。ぶつかり稽古とか本当苦手で、話合わせたり逃げに入ってしまいます。アサーティブ講習受けてみたいですというふうにね書いてくれました。まゆちゃんありがとう。いや、ぶつかり稽古ってね本当大変だけど、練習するとできるようになってくる。最初はね怖いよね、人と対立することとか反対意見を唱えるとか気まずくなるとか怖いけど、それを先延ばしにするリスクっていうのもあるからさ、こう主張が苦手な人はぶつかり稽古ねすごくハードル高いと思うんだけど、主張が得意な人もいるのよ。先週の話はね、どちらかっていうと言いたいことがあってもうまく言えないっていうケースに近い話だったと思うんだけど、逆に言えますっていう人もいるのよ。言えますっていう人はアサーティブの時どうするかっていうと、
言い方を変えるわけ。まず言い方がね、すごいきつい場合がある。知らず知らずのうちに相手を傷つけたり、こう責めてるケースっていうのはね、言うメッセージになっちゃってるっていうケースがあるから、それを愛メッセージに変えるっていうと、あともっとね、相手の話を聞くとかね、相手の話を受け止めるっていうことができるようになると、もう鬼に金棒よ。伝えることで愛メッセージができるようになるっていうことと、相手の意見を受け止めて、なるほどとかね、あ、そっかっていうふうに、ね、受け止めて、私はこう思うって、どうしようかっていう話がねできるようになると、すごくいいなっていうふうに思います。だからその、ね、伝えるのが苦手でこう飲み込んじゃう人の場合は主張していくこと、でもその時に溜め込んでた人が主張し始めるとめっちゃ攻撃的になっちゃったりするから、だからその時のための、ね、練習をロールプレイしたりするわけなんだけど、そう練習をするっていうことと、ね、伝えられる人は伝え方の練習、相手が受け取りやすい伝え方の練習なんかを、ね、したりします。だから主張が苦手な人でも、自分では主張が得意って思ってる人でも、両方、ね、トレーニングを受けられるっていうのがアサーティブの特徴でもあります。ね、ぜひね、ズームでやってるのでね、参加してもらえたらいいなって思います。それと、先週ののりちゃんね、のりちゃんもコメントくれました。旦那さんを敵だって思ってたって書いてあったから、あ、よかったなって、そういうね、味方にするっていう視点を持ってもらえたらよかったなっていうふうにね、思いました。それとね、りえこちゃん、ストレスなのか小麦食べたからかアトピー悪化中、私だけじゃないんだって思って見てました。私も運動しているせいか汁は出ていません。なるほどね、運動してるから汁が出てない、そういう相関関係ね、あるのかもしれないね。まあ運動してると被害が最小で済むっていうのは、やっぱりスポーツクラブに入ってから実感してる。最初運動してるからいいやと思って食べ物を今日、ね、食べちゃう時っていうのはあったけど、まあ、それなりにやっぱりね、被害は無傷っていうわけにはいかないから、食べ物を気をつけつつ一緒に頑張っていきましょう。運動もね含めて。はい、それではね、お便りを紹介したいと思います。お便りはともよちゃんからいただきました。こんにちは。今年の春の花粉がきつかったせいか、アトピーが大爆発してしまい、毎日辛い日々を過ごしている中で、アトピーで検索していたらさなきちさんを見つけました。いろいろ見せてもらいました。アトピーがひどくなると私は心が折れて何もかもが嫌になってしまいますが、さなきちさんは本当にポジティブで明るいので気持ちが楽になりますし、頑張ろうって思います。これからもラジオ楽しみにしています。ありがとうございます、というね、ともよちゃん、ともよちゃんありがとうすごい嬉しい、そう言ってもらえてね、すごい嬉しいですね。やっぱり花粉をきっかけに肌がひどくなるっていうことあるし、ね、その後今年はすごく暑かった、6月ぐらいからずっと暑かったっていうのもあって、悪化した人ね多いんじゃないかなって思います。あと体調を崩したりとかさ、ね、いろいろあるよね。気候とかそういう花粉とか自然の環境に、外の環境に影響されるってことね、あるよね。よかったです、検索して私に出会ってもらえて嬉しい。でね、そうね、こうひどくなると嫌になって、何もかもが嫌になるっていう気持ちはね、すごいよくわかる。だってさ、体っていうか、体乗り物っていうかさ、乗り物、そうね、それがさ、すごいさ、不快な状態、快適じゃない状態の体に私たち乗ってるっていうかさ、身体感覚がいつも痒いとか痛いとか、汁が出てるとか、なんかピリピリするとかヒリヒリするとか、体中からもいろんな信号がね、頭に届いてきて、しかもその部位を見るとそこがすごい荒れてたりとかさ、粉吹いてたりとか汁が出たりっていうさ、こうなんていうのかな、他の人の肌と全然違うわけじゃん。だから心が折れるのは当然だし、そんな自分をさ嫌だって思うのはもう当たり前のことだと思うんだよね。で、
私が思うのはさ、そういう時期は誰にもあると思うの、うん、でたださ、その自分の体をこう嫌だなとか嫌いとかもうなんでっていう風に罵倒し続けるっていうかさ、否定し続けるのって悲しいっていうかさ、かわいそう、自分がかわいそうだなって思うんだよね。やっぱりそういう状態でも精一杯生きてるわけだからさ、それでさ、家のことやったりさ、あと息してるだけで私は偉いと思うのよ。思うし、人に優しくするっていうかさ、普通に笑顔で話しするだけでも大変だと思うの。だから本当にちょっとしたそういう当たり前のことをするだけでも大変なのに頑張ってるわけじゃん。だからすごいと思うんだよね。だからなんかそんな風に自分を捉えてもらうといいなって思うのと、あとこうね、先週は自分の味方を増やすっていう話をねしたけど、やっぱり自分の体の一番の味方にね、自分がなってあげられるっていうのもね、大事なことじゃないかなって思うの。この体、この乗り物で生きていくしかないわけだからさ、そう、良好な関係でいたいっていうか、まあ、なかなかね、体が、肌が良くならないとか体調が良くならないっていうのはあると思うけど、一番近くにいる自分から嫌われてる体ってさ、かわいそうだなって私は思うわけ、うん、だからね、いや君には困らされてるよって思いながら仲良くしてあげてほしいなって思うかな。で、私ね、この間ね、思ったことがあって、それは何かっていうと、先週ね、ヴィパッサナー瞑想っていうのを久しぶりにしました。私ね、どのくらい前かな、7年くらい前になるかな、もうね、ヴィパッサナー瞑想っていうの行ってきたの。瞑想する合宿12日間かずっと瞑想するっていう千葉のね、ところに行ってね、瞑想して、で、そこから時々案内が来て、その日は、そのヴィパッサナー瞑想の、人の命日かなんかで、ズームで瞑想会をするっていうので、あ、なんか必要だな、今の自分に必要だなと思って瞑想しようと思って、久しぶりに1時間瞑想しました。で、1時間瞑想して、そのテープっていうかね、そのご縁家さんっていうね、ご縁家師のテープ、音声テープが流れるんだけど、そのテープ聞いてたらさ、やっぱり瞑想ってただあるそのままの状態を観察するみたいなね、受け止めるっていうかね、反応しないみたいなねことなんだけど、そこでご縁家師が言ってたのはね、どんなに心地のいい感覚でも、どんなに嫌な不快な感覚でも、冷静でいなさいっていうのよ。冷静でいなさいって、それに反応してはいけないっていうわけだから、こうやって座ってるじゃん、こうやってね、座禅みたいに組んで座ってて、いろんな体の信号とか来るし、足が痛いとかさ、いろいろあるじゃん。でもそのことに反応してはいけませんと、冷静でいなさいっていうふうに言うのよ。で、ああそうかって、私それに近い感覚を肌に対して悪化した時ね、いやそんなさ仙人みたいな人じゃないからね、私ね、そんなに完璧にそんな風に思えてるわけじゃないけど、あ、それに近いことを悪化してる時に思ってたなっていうのを気づきました。発見だから、意外とアサーティブともつながること部分ではあるんだけど、その気持ちを観察する、あ、今腹が立ってるなとか、あ、今すごい悲しいなとか、そういう風にね、不安だなっていうのをこうちょっと距離を置いて見るわけよ、まあ、アサーティブでもね。それをその瞑想の時にね、私は随分身体感覚として
学んだのかなっていうのを久しぶりにそのやってみて思いました。で嬉しかったのはね、1時間ちゃんと微動だにせず座ってられたっていうことね、瞑想できたから、あ、やっぱりあそこで訓練した瞑想のやつは生きてるなって思ったのが嬉しかった。その日やっぱりよく夜眠れたよね、瞑想して。なんか頭の中がシーンとするっていうのかな、こうから信号がさめっちゃ来るから、体からここが痒いなって、それに対してうーんもうなんでみたいにならないで一回観察するみたいなねことも、それは瞑想、一瞬でも瞑想の状態になるっていうね。だからそんなこともいいんじゃないかなって思ったりします。ね、瞑想はね大変だったけど良かったかな。京都にセンターがあると千葉にセンターがあって、私は千葉の方に行って、結構ヨガの先生やってる人とか、あと体のこと、整体とかね、体のことやってる人とか話すると、私も行きましたって人いたりして、大変だけどね、十何日間も休まないといけないから、仕事してる人ね。私だから会社辞めてから行ったんだよね。そう、誰とも話さずで、ね、修行。でもね、ご飯が美味しかった。ビーガンの食事が2回出るんだけど、それを楽しみに頑張ったっていう感じかな。うん、そうね。そんな感じです。それはね、話そうと思ってた。はい、それでは、この辺にしましょうかね。また長くなっちゃった。はい、じゃあ、あずきさんを出しましょうかね。あずきさん。あずきさん。はいはい。はい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 、ピクピクピー、ピクピー、うん、はい、来ました。ちょっと短めバージョンだったね。はい、それではみんなも元気でね、また来週お会いしましょう。今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。さなきちと、あずきを飛んでちゃった、あずきでした。バイバーイ。